そうしてみますと、これはあの国展に飾ってあった作品ですよ。皆さんが去年作った作品にもなんかよく似たような感じのものあったと思うんですよ。大体去年の方法っていうものは、中小会社なんてわからない人もね、最初の取っかかりの導入はね、何からやるかって言ったら理屈から入る方法もあるけど、それは無理だから、材料技法の扱い方、それをいろんな試し方をやりながらね、作品を作るというところから入りましょうよ。それが一番感覚で入れるから楽だよ。それを通じて中小会社というものに入り込んでいこうよと、それをやったわけでですね。で、その材料技法的方法のイントロですよね。その方法で作られている作品は、これはそうなんですよ。絵の具とか、ね、塗り方とか、ね、それによって作っていこうという画面です。あとこれなら、今でかいですけども、レガートマニーたちをね、ちょっとこう剣闘士みたいな弾く紙に水性系、あるいは油性の絵の具をローラーなんかで塗ってね、ペタンチョってやってこうギュッと押して剥がすと、ふにゅふにゅふにゅってロールシャッハーみたいなあの模様ができるよね。これそうなんです。これはその方法でやってあるわけです。それをまたピシッと塗っていく。明らかにこれは材料技法から入った、そこからできてきた模様なり形なりを組み合わせたり生かしながら抽象的な作品を作っていこうという方法ですから、皆さんが去年やった方法と同じです。同じ方法をやってるわけですね。これら形がね、だいぶ大きいしね、あの大きな差し込んでるんですよね。だからちょっと目新しく見えるんですが、何のことはない。これは絵の具をね、ぼかしたりにじましたりっていう、その方法ですよ。キャンバスに載されて、これは油かな、材料技法的な方法でしょ。あとこれ、コロックはもうほとばしるようにね、やりましたけれども、この作品の拡大したものです。この辺かな、この辺を拡大したものはこれです。ちょっと垂らしたような感じで書いてありますけど、これは皆さん結構何人かの人がやってましたよね。シャカ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 とこう振りまくるように、こんな感じでしょ。ちょっとぼかしも入ったりしますけど、これぼかしから入ったりします。繰り返し言いますが、材料技法的な方法で抽象画を描いている人が圧倒的に多いんです。皆さんがやったのと同じ方法です。これはカットアウトっていうのはですね、例えばこう直接ありますよね。一回キャンバスの中に描いたものをまたザクッと切って、これにペタッと強力な接着されて新しいキャンバスに貼り付けて、そしてまた絵の具で重ねて描いていったりする、再利用みたいなものね、そういう方法で描いて、これ巨大な作品ですけどね、カットアウトプラスペイント、これも材料技法の方法だよね。そこで面白いなと思ったところを組み立てていくということになります。これはね、3枚合わせてあるんですけど、真ん中が新聞紙をね、バサバサ切ってカットアウトして貼り付けて、新聞紙でね、そこに、図形、白い線とかね、四角形をね、図形を入れて、それから筆で垂らし込んだりした模様を配置して作った。これだと材料技法の入り口ですね。どうしてるの？5年経ってろ。はい、じゃあちょっと視点を変えてですね、これどう見たって抽象だなと思うかもしれないですが、実はこれ具体物から抽象化してるんですよ。もともと具体物があって、それをちょっと変形させて抽象化してるんですけど、一体この絵には何が具体物、音に合ったイメージなんでしょうか。探してみてください。2種類あります。はいはい、この中の具体物、どこに何かあるか、ちょっと言葉で言ってみてください。右側の紫がナスかな。ナス、ナス、ナス、これナスね。ナスに見えました。はい、いいですね。じゃあその裏の白い人、白い人、何かないかな。うん、なんか、私なので
んですけど、はい、左側の上半分の、はい、上半分のその真ん中に向かってシュッて伸びてる、分かりますか、はい、はい、その形全部が人かなって思う。これは手ですよね。手ですか。で上の方にも伸びてるのも手です。おお、手だ。で上の方に伸びてるのが足、かかととかもちゃんとあるかな。よく見えましたね。そうですね。あとよく見るとここにも腕があるの分かります。はい、ね、これもまあ頭があったりする。ここに人が何人か組み合わされているね。左側です。じゃあ右側ナスナスでちょっとやろうと思うんだけど、その裏の人、このこっちになんかないかい。はい、私です。
それから、去年行いましたドローイング的な方法って何だか考えながらやりましょうって言っていろんな規制リングとかですね、ビルとかね、そういうのをやりましたけど、ドローイング的方法っていうものも言えるかって思いますね。例えばハートみたいなものがありますよね。なんとなく形があるんだけど、ぐいぐい描いていくようなね、肉体感覚みたいなもので描き込んでいくような、そういうような方法によって、描いていったドローイング的な傾向から、抽象ということが言えるのかなって思いますね。これはそれらしいのも分かると思います。明らかにこれはドローイング的な方法ということで、線をベースにして平面的にペタペタと描いています。具体的に何描いているかほとんど分かりませんけども、まあ今までお見せした中から言うと、とってもすっきりしてて、軽やかだから、ほっとするような感じはしますけれども、まあ、これはドローイング的な方法による抽象ということが言えるだろうと思います。さて、それで、これは明らかにドローイング的な方法です。ドロドロしてますけどね、燃え上がるように。そんな感じがします。時計ないんだよね。今何時ぐらいですか？14分。この字は何分あるんですか？あと1時間ぐらい。はい。プラスとしてはね、ドローイング的な方法だってのが分かると思います。多分これアクリルだと思うんですね。ちょっと白が浮いてるような使い方してますけど、これ今先です。大体今100号ぐらいあると思うんですけど、まあ、3人はちょっとひどいから2流かもしれないですね。これ、多くの人は知らないと思いますが、今非常に評判のいい津上美由紀っていう女性作家の抽象です。はい、これとこれ並べてみて、何だったっけ、格付けチェックっていうのは最近やりませんけど、一流、二流、三流とかね、なんとこう、ご三上に座らされてるみたいな、そんなのまで言っちゃいますけど、やっぱりね、絵画の世界には一流と二流と三流ど素人とランキングが明らかにできてしまうんですね。で、国展の国画館に出している作品はやっぱりですね、一流ではないんです。で、まあ、三流はないかもしれない。でも比べてみてください。だいぶ雰囲気が違うでしょ。ただ皆さん、どこがいいのか、どこが悪いのかよくわからないかもしれないですけど、一般的に評価されている意味から言うと、この津上美由紀さんって非常に高く評価されています。大きさは大体これがですね、150号とか120号とか、大きく200号までありますから、非常に巨大です。まあ、これの2倍と3倍あると思ってください。問題はここからなんです。皆さんが去年行った、大乗技法的な方法による抽象制作、そしてドローイング的な方法による抽象制作、それはこちらの方の国展の多くの作家たちはその方法でやってます。しかしそれでは二流止まりなんです。一流になれない。じゃあ二流と一流はどこが違うんだ、そこを知らないと皆さんも一流にはなれないわけですね。この違いを理解できるようにならないといけないわけです。これから行う授業っていうのは、そのこの違いというこちら側が一体何で優れているのかということを分かるようになってもらうための授業なんです。ここまで今まではこれやってました。1年の時はこれやりました。ここまでしかできませんから、ね、今度はワンステップ上がってこちら側を理解していく、そういう中身の授業を行っていきます。津上美由紀さんというのは30代後半かな、まあ、そしてやっぱりお嬢さん、お嬢さんじゃないか、女性ですけれどもね、これが彼女の仕事場ですね。で、これは大体120号です。ですから大きな作品です。大きな作品で実際にこれらがね、ずらーっと並んでることも見たことがありますけども、やっぱりこれはね、違うなっていう、それがよくわかる。遠くの人なんかね、これ何を書いてるかよくわかんないと思います。実際何も書いてないんです。
ただ言えるのは、この津波美幸さんっていう人の発想のもともとは風景なんです。昔から風景をベースにして、そこに絵の具だけでファーッと描いてる。線は使ってません。絵の具だけです。じゃあ何度この淡い色使ってるの？見えないような淡い色が使うのっていう。多くの人はですね、こんなに淡い色使ったらなんか見えないじゃないの。何描いてるかよくわかんないじゃないのと思うかもしれないけども、そこの部分がそのデリケートなニュアンスっていうものはすごく大事な部分なんですね。普通は逆逆に強く強くやっちゃいます。公募展とかね、展覧会出したりする人たちっていうのは、あそこはもう、喧嘩の場ですから、目立つ作品を作っていきますから、どんどん色が強くなっていきます。コントラストも強くなっていきます。ね。それをやってると、こういう作品が作れなくなっちゃうわけですね。だから、この人たちは結構流行ったら注目されてましたから、ああいう公募展で、そういう中に巻き込まれないで、もう少し品のいい作品作りで勝負することができていますから、こういう作品を作れるようになってきたということになります。はい、結論。特典の抽象の作品は、みんな分かってないぞ。分かってないじゃないか、僕さ。ということになるわけです。はい、そういうことですかね。ちょっと今までのまとめですね。これまで、皆さんがやってきた方法もそうなんですけど、材料記法とか動員的方法、それを使って自分なりに規則とかルールを作って絵を描きましょうっていうのがやってきた方法ですよね。それはどちらかというと、目に見える要素をどうやって組み立てるかという、材料記法というのは目に見える方法ですから、それをどう組み立てるかという手段を駆使してきている。そういう作り方という、その部分を形式って言います。フォルム。フォルムイコール形式ですけどね。フォルムっていうものは、ドイツ語とかね、そちらの言葉で使った場合は単なる形じゃなくて、目に見える要素っていう、そういう意味を。単なる形ではない。その部分があります。それに対して、この一流どころの津波さんあたりがやっている中身というものは、どこが違うのかというと、ここです。見えない要素が優れている部分があるんですよ。こちらは見えている要素しかなくて、一晩めくったら中身がないんです。こちらはそのめくらないんですけど、その内部にですね、意味とか内容、見えない要素が含まれているよっていうところが違います。もう一つは、造形要素の普遍性というものを考えているということです。これは視覚心理的要素。視覚心理っていうものは、例えばですね、青という色がみんな同じように冷たさを感じる。赤という色は暖色系だよね。みんな同じように感じるわけですね。視覚心理として共通してみんなに感じられるものです。そういうものが普遍性です。造形要素が持っている普遍性というものを自分の中にまず持っていて、そしてそれを活用しながら意味を組み立てる。見えないんだけれども、そこに何かを秘めている。それは象徴と言いますけど、秘めさせているという心があるのとないのとの違いだと思っています。それでこれからやるのはですね、このあたりがどういうふうに抽象作品として、発展してきたか、変遷してきたかっていうところを皆さんに紹介をしよう。紹介するのは言葉だけでは通じないので、演習も通じてやっていきましょう。検証をやって感じながら、そして説明を加えていきましょうという、そういう方法をやっていきます。ただここの部分はですね、今回はできません。まだただこれは3年生になってから一つの授業の中でやろうかなと思ってますけれども、とにかくここからここへ行く、そういう違いというものを皆さんにね、考えてもらおうかなと思っているのがこの授業です。それで